ちょっと時差あるから。時差あるけど、はい、この模様は映ってるからね。いけてたとしても。知ってます。ちょっと待とう。あれ、そっちいけてる？あ、来た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 。はい、来てました。あ、来たっぽいな。あ、来た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 。Oh、ハロー、皆さん。ハロー、皆さん。こんにちは。こんにちは。待ってくださって本当にありがとうございます。お待たせしました。ああ。ちょっと YouTube のこの配信のやり方を初めてトライするので、遅れてしまいましたが、チューンインしていただきたい。あいねちゃん、顔切れてんで。はい、顔切れた。顔切れてんで。はい、そうそうそう。はい、はい。はい。もうこういうバタバタもいろいろありつつでございますけれども。はい。やっていきましょう。はい。こういうのもね、改善しながらやっていきたいなと思っておりますので、はいよ。はい、サブスクライブとかね、ライクとか、まあ、ドネーションとかもぜひぜひお願いできたらと思います。お願いします。はい、はい、あ、そうだ。ああ、見てますって早速ありがとうございます。どちら様でしょう。あ、ほんまや。はい。というわけでですね、これはどうしたらいいんだ？もうあたふたあたふたですよ。はい。はじめまして、皆さん。ベルリン在住のドラマ、ヨガインストラクターのアイネです。このビーツでルーツというシリーズは、私、もう、かれこれ、20年ドラムを叩いて、バックリ音楽大学とかにも行ったんですけれども、その私が、ちょっと友達のドラマーに、レッスンを受けつつ、ほうって何？受けつつ。いやいやいや。ちょっといろいろね、ブラッシュアップをしたりとか、今私が悩んでることを改善して、私がこうね、さらに上手くなっていきつつ、皆さんにもその情報をシェアして、で、ドラマの皆さんがどういうふうに普段練習してるかとか、そうですね、何に気をつけて演奏しているのかとか、なんでプロになったのかとか、そういうこととかね、いろいろ聞いていきたいと思いますので、よかったら、なんだ、あれだよ。質問とかコメントとかも、ね。してくださいね。ね、はい、はい。というわけで、今回は、私のボストン時代の、初代ルームメイトでもあり、ドラムの大先輩でもある、柴田亮さんに、お越しいただきました。いえ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 。どうも、柴田亮です。皆さん、こんばんは、こんにちは、おはようございます。はい。柴田さん、今、現在、はい、東京に戻られて何年になった？もう、11年、2年ぐらいになるんじゃないかな。2008年とか9年やったと思うから、戻ったのが。あっちゅう前やね。あっちゅう前やね。はい。今現在の仕事としてはどんなことをされているんでしょうか？まあ、多分世界中のドラマーともほぼ同じくライブをやったり、録音の仕事をしたり、教えたりっていう感じですね、日々。でも、はい、主にジャズが多いですか？そうですね。基本的にそのジャズが多くて、うん、頭にもうちょっと違うジャンル、まあポップスであったり、うんうんうん、まあもろもろミュージカルの人の手伝ったり。ミュージカル、はい、いいね。まあミュージカルの劇版になるんじゃなくて、その俳優がリサイタルするときとかをサポートするみたいな。はい、年にね、まあ数回やけど、うん、うん、そっか。これでピンにしたい。コメントはね、ちょっと遅れてくるから。そっか。巻きでね。そうそうそう。コメント巻きで言ってもらえない。そうそうそう。巻きで。皆さん巻きで。何を言うかをちょっと、どんな質問をしたいかを、そうそうそう。どんな答えが返ってくるかを先に考えてからぶち込む。20秒ぐらい、遅れますからね。私もちょっとコメントが頻繁に来るような配信はあんまりしていないので、皆さん、いやなかなかね、そんなあれっすよ。本当だよね。結構皆さん消極的で。いいんだよ。もうバンバン
質問その都度ね、せっかくこうやって生配信ということで、はい、インタラクティブにできるんで、そうぜひぜひやっていただくと思うんですが、はい、ね、はい、柴田さんとの、うんうん、なんだあれ、いつだ、柴田さんのワークショップを、ワークショップっていうのかな、レッスン、コロナ禍でやってた、そうそうそう、グループレッスンやね、ズームを使った。はい。はい、ちなみに、前半の30分ぐらいをレッスンに当てて、後半の30分ぐらいをまたインタビューに当てようかなと思っているので、なるほど。どうぞ。はいはいはい。はい、なんですが、そのですね、ちょっと手取り早く、うん、なんだっけ、なんていうの、宣伝、プロモーションの時にもちょっといろいろ書いてたんですけれど、その、はい、あ、なんでこの質問をしようかというと、テンポ感のキープ、テンポ感の向上についてちょっとね、お聞きしたいなと思うんですけれど、はいはい。この間、ちょっと言われたことがあって、最近ね、一緒にやってる、演奏してる人なんですけど、はい。彼が、結構たくさんのドラマー、その、すごくドラマーってがっちりがっちり、こう、テンポ感が決まってて、うん。で、そこに、なんて言うんだろう。そこに外れてる演奏をしてしまうと、うん。受け入れられないというか、なんて言うの、弾かれるような感じ？はいはいはい。すごくこう、バラバラになっちゃって、うん。で、アンサンブルが生まれなくって、そこに、こう、なんて言うんだろうな、自分の中に、そのことによって緊張が生まれるというかさ。ああ、よくあるね、それは。うん。で、相手の演奏は、うん。その、いい意味で、うん。その、ガチガチ感がないから、うんうん、リラックスして演奏ができるって言われたんですよね。ほう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 。で、うん、だけれども、私それをちょっと、すごく面白いなぁと受け取りまして。その心は？その心は、それはつまり、私がめっちゃテンポ揺れてんのかっていう。うん、あー。で、あ、はいはいはい。それは歌の人、それはピアノがいるバンド、あ、ピアノ、はいはいはい。あのね、結構、だから、何をアンサンブル、まあ、ドラマーは基本的にカウントがで提示したテンポ通り最後まで曲を終えたいよね。はい。やけど、なんて言ったらいいんかな。かな、まあまあ、基本的に、そのアンサンブル、そのドラマーがそう思ってても、もしかしたら、そのリーダーであったり、ソリストであったり、歌の人であったりっていうのが、うん、もうここはもうちょっと早く行きたいとか、まあ要は感情的な楽器の人やね、言うたらメロディーは感情的やから。はい、だからそれに対して、キープ、ちゃんと戻ってこれるようなところにいてほしい人って思う人と、うんうん、ついてきてほしいって思う人が、どうやら、二パターン大きく分けていると思うんや。なるほど、なるほど。そう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 。それは本当人による。でもやっぱりドラマーはキープしたいよ。はい。後で音源聞いた時に走ったりもたったりしてると、多分みんな基本的にドラマーは嫌やって思う。うん。うん、でも、その最初、前者のその多少揺れても、その自分につけてほしいって考える人も世の中にはやっぱりいる。から話がややこしくなってくるっていう。そう。だからそれはやっぱり音楽以外の部分でいろいろそのまあなんていうの、会話によって相手がどういう風なアンサンブルを求めてるのかっていうのを、うん、うん、なんとなく想定して。想定？まあまあ想定っていうかそこの人はそれを求めてるんやと、ドラマーに。ここの現場はみたいな。それってどういうふうに、その感覚的なもの、それとも何かしら会話の中で、もちろんもちろん、ああ、そうそうそう、会話の中で実際聞いてもいいし、うん、
うん、まあ、昨今ね、簡単にライブも録音できるから、はい、うん、実際のところすごい、良かったっていうけど、うん、私の中ではテンポすごい変わってて、あんまりしっくりきてなかったみたいな。うん。後で聞いたら。はい。でもこれを良しとするんやったら、それはそれでいいし。うんうんうん、で別にそこまで自分のリーダーバンドでない限りそこまで意固地にそこに私はこうやるんですみたいな感じでやるのも違うかなっていうのは俺は最近思ってて。なるほど、うんうん、まあでも個人的にはそれはずっとキープしたいけどね。あ、うん、だからその辺では難しいっていうか、うん、キープしたいのは、うん、なんちゅうやろ、そのドラマーの使命というのはそういうものだという意識からくるもん。もちろんもちろんそれはそうやし、うん、なんやったらそのそうやってこう軸にあるドラマーがいるからこそ、その端、うん、あの 前、はいはい、前のめりにメロディーが行ってたり後ろめに行ってるっていうのが、うん、効果的になるシチュエーションっていうのが多々あると自分は思うから、じゃないとひっついていってたらね、そういう例えばレイドバックであったり、うん、トップっていうような感じがあやふやになっちゃうやんか、その、はい、その都度そのセクションのシチュエーションによって、うんうん、でもこれも絶対的な答えっていうのはなくて、やっぱりまあね、うん、その都度その都度やっぱりなんて言ったらいいんかな、まあ最近思うのは、いや同じような悩みはね、あの常日頃俺も抱えてるけど、やっぱり、うん、いざそのお客さんの前であったりライブっていうシチュエーションは、うん、やっぱりもうそのテンポキープしなきゃって思った瞬間、うん、もう音楽から離れてると思う。はいはい、うん、その練習っていうのはやっぱ練習室で済ましとくべきことで、あ、テンポキープっていう、ま、テンポキープに意識を置くっていう、あ、そう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 、はいはい、だからそれよりはもっと大事にしなあかん音楽の部分、うん、あのドラマーのダイナミクスの役割であったり、その自分が思うその楽曲に一番いいアプローチ、うん、っていうところに意識を割いた方が、はい、まあでもこればっかりもね、そのそれぞれのレベルにもよって変わってくるし、一概にまあなんていうんかな、絶対っていうのがないところが、うん、あの難しいところであり面白いとこかなっていう、うんうん、だからそのあのアイネちゃんが今言った例に関しても、そのライブ音源を聞いてみない限り、うん、俺自身もやっぱり、うん、だね、あの何とも言えないっていうか、うんうん、でもそれはすごい、これはいい話で、うんうん、永遠の課題やと思う、やっぱりだ、ね、うん、あのみんな言うこと違うからね、本当プロの人らも、うん、何を良しとするかっていうの、はい、そう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 。で、やっぱり絶対そ、まあ、例えば、まあまああんまり個人名を挙げるのは適切じゃないかもしれんけど、グルーブマスターって言われるような。はい。ああ、そうそうそう。まあ別に、これは別に名前だし、スティーブ・ジョーダン、はい、とかのクリニック俺見た時も、同じような話してたし。クリニック彼です。そうそうそう、マスタークラス。うん。彼ですら、テンポキープしに対して、うん、いろいろ現場で言われると。うん。あのレベルでね。で、自分で、笑いながら、うん、俺ですら言われるって。だから、ドラマーの諸君たちは、そんな、いろいろ、言われるけど、うん。まあ、それで気分を落としてしまったら、一番意味がないから。はいはいはい。だからすごい気持ちをしっかり保つことが大事なんだよって、こう、彼が言ってて。すごい。だからこの問題っていうのは、本当一生つきまとうんやろうなっていう、こうね、うん。あんな高いところで演奏してる人ですら、そんなこと言われるんやっていう。あまあ、言ったら、俺らからしたらパーフェクト。みたいな人や。うん。そう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 。っていうのが、まあ、俺のパッて思いついた、意見っていうか、まあ、そんな、な、偉そうなことでもないねんけど、うん。うん、なんか、難しいね。うん。そうそうそう。このテンポ感っていうの、まあ、どこ、うん、どこ、ドラマ
ドラミングのどこを切り取っても深い話には多分いけるんだろうけど、うん、なんかいきなり結構ぶっ込んだ、ぶっ込んだ、ぶっ込んだ？すごいこう深い話になって、アドバンスの人たちに対しての話になってしまったかなとは思うんですけれども、うん、じゃあガッとね、うん、どうやったらそのタイムキープ、うん、に近づけるか、まあ結局こっちのね、自分の中にクリックないし、そのタイムっていうのを強く持つためにはどういう練習を俺日々心がけてるかなみたいな感じにな流れにした方がいいかな、多分。そう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 。うん。それ持ってきたいんですよ。初心者でも練習しやすいというか、うん。初心者じゃなくてもとりあえずドラムをしてる人が。インナータイムだっけ？そうだね。まあまあ、日本的に言うと体内時計っていうんかな。それを、鍛えるために、柴田亮は何をしているのかというのをちょっと。はい、まあ、すごい、ゆっくり、例えば、クリックを50に鳴らして、で、まあ、結局のところ、テンポキープできないっていうのは大きく分けて、その体内リズムがしっかりしてないっていう場合と、はい、そもそも技術的に不足してるっていう場合がね、確かに。大きく、二つに分かれて。うん、でも、おそらく、なぜ走っていったりするかっていうのは、まあ、やっぱり、一泊が短くなったり、うん、で、よく僕が思うのは、ドラマーっていうのは自分が発した音によってタイムキープしてる人が多いと思う。はい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 。例えば普通に要は8ビートとかやったら右手がね、こう1 and 2 and ってこうずっと叩いてるでしょ。はい。で、じゃあいろんなドラマーの人に試してもらいたいのは、普通にこういうふうに、1 and 2 and 3 and 4 and っていう。で、じゃあ、ハイハットなくしたら自分テンポキープできるのかっていう話。で、おそらくそれってすごい難しい。うん、イコール、自分のハイハットの8分音符によって自分のタイムが活かされてる状態に陥ってしまってるってことだよね。はいはいはい。うん。だから、そうやとしたら、自分が演奏してない状態はもうタイムキープできないという状態になっちゃうでしょ。うん。例えばその、2小節ブレイクがあったら、あで、はいはいはい、歌だけが歌ってて、うんで、歌っていうのは、その、例えばそれが四分音符やとしても、四分音符のように歌うとものすごくダサいから、うん、どっちかっていうと、その、どこの音符にも当てはまってないように歌う人が多いやんか。うん、でもそれはそうあるべき。うん。やけど、それを聞いて自分のタイムがなくなってしまうようなことって往々にしてあると思う。はいはい。ありますね。うん。ジャズの現場とかやったら、まあ、ナイトインチュニジアの、ピックアップ、誰かのソロなんて4小節あるやんか。あそこではめっちゃ恐怖やんね、言うたら。自分休んでるのに、テナーサックス奏者、まあ、管楽器奏者も限りなく歌に近いから、別にドラマーみたいに打撃音で言うたら、絶対にそういう16分音符ですとか、まあ、何かにはハマってるんやろうけど、必ずしも、ダダ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 とは吹かないよね、絶対。もっと流暢にメロディーのように吹くと思うから、だからそうなった時に自分のタイムっていうのがないと、うん、もうボーンとこう復帰できないっていうのがよくある、うんうん、次のコーラス頭でドーンって入った瞬間にバンドとずれちゃってるみたいな、うん、だからそうならないためにやっぱりこの体内リズムっていうのをまず鍛えることが必要で、うん、でまあ、それの唯一の方法は、俺はやっぱりカウントを。カウント。うん。絶対に。どんな練習するときも、カウントをすること。はい。うん。カウントが一番自分のタイム内リズムに近いと思う。
なんでかって言ったら、ドラムを叩いてるより、喋るっていうことの方が、口で何かを言ったりするっていうの方が、絶対に上手でしょ。うん、自分の歴史考えたら。じゃあ喋ってる時間よりも私ドラムの練習してる時間が長いですっていう人たちというのは結構まれやと、うん、だから例えばこの普通に50で鳴らした時に1 and 2 and 3 and 4 and って言えない人はドラム叩いてもぐちゃぐちゃになると思う、うん、だからまずは体のどこのパーツも動かさずにクリックと一緒にカウントを練習するところから始めてほしい。はい。うん。8分音符やとしたら今みたいな、1 and 2 and 3 and 4 and みたいな感じで。はい、で、僕は3連符は、1タタ、2タタ、3タタ、4タタってカウントする。はい、で、16分音符は、まあ、1イエナとか、カウントの方法もあるけど、もう僕はもう簡単、なるべく簡単にする感じで教えてるから、これも1タッタッタ、2タッタッタ、3タッタッタ、4タッタッタって。で、まずは、ここの練習。うん、で、まあ、これの放送を見る人とかに試してほしいのは、それを録画して、果たして自分がちゃんとカウントを正しくできてるかっていうのをクリックに対して。うん、っていうのはまず、知ってほしい。で、そこがずれててしまったら、もう多分ドラム叩いてても絶対に叩けない、言うたら。うん、なんでかって言ったら、この体内リズムを、どんなドラマーであれ、こっちが命令して発してるわけやんか。はい。だから、こっちが狂ってたら、うん、手とか足とか動かしながら正確なリズム叩けるわけないでしょっていうのが俺の考え方かな。うん。だからまずは手楽器に全然頼らなくクリックとカウントの練習なみたいにする、うん、でそれができたら頭拍はねこういうふうに1 and 2 and 3 and 4これ絶対誰でもできると、うん、これはね、はい、でも難しいのはカウントしながら例えば16分の2つ目1タッタッタ2タタタ、3タタタ、4タタタ、1タタタ、2タタタ、3タタタ、4タタタ、タタタタタみたいな感じで。うん、で、この際、今、あえて、オルタネート、右左で16分の2発目を叩いたのは、はい、やっぱりそこが弱いと、普段は頭叩いてることの方が多いでしょ、こうやって1、2とか。1 and 2 and で、実際自分で16分音符の裏をそうやって叩いたときに、はい、脳みそがそれを頭のように聞いちゃうことってない。はいはいはい、昔、16分音符のキメがどんどんなんか何小節も続くと、うん、それが頭に聞こえるようになっちゃったみたいな。はいはい、よくあるよね、そういうの。うん。だからそれは、耳の問題であったり、脳みそが自分の体の動きを、誤認識しちゃう。はい。特に、ドラマーっていうのは右手が頭拍叩くことが多い、言うたら。うん。表のね、言うたら。1 and 2 and とか。だから、やっぱりそこっていうのに対して、そこで頭が鳴ってるよっていうことを、脳みそが認識することが多いと思う。はあ、はあははあ。だからあえて、そうによってってことでしょ。そう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 。それがもうすでにもう頭っていうふうに思っちゃう。うん、そうそう。誤認識しちゃうね。うん、自分で16分音符の裏って思ってても。はい。うん。これドラムソロドラムセットで練習するときは全部ユニゾンとかで全部っていうかまあ左足は叩かなくていいかな。うん。で今やったみたいなカウントしながら全部、ベースドラム、スネア、ハイハットっていうのの裏拍を叩くと。うん、そういう練習を、散々してきてるし、まあ、それから、さらに、なんていうんですかね、難しくしたような練習はやってるかな、俺は。うん、はいはいはい。その、同じタイム向上のためのカウントを口でしながら、そう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 。要は、
アクセント裏拍であったり、はい、3連の真ん中であったり3連のお尻あのワンターターのとこ、うん、とかっていうのを正確に口で割れててそのカウントに対して自分の音符を貼り付けるみたいな、うん、みんな逆になってると思うのね。俺も逆やったしもともと、うんうん、でも結構アイネちゃんもそうかもしれんけどアメリカの先生ってもうカウントラウドカウントラウド、うん、要は結構ちゃんとカウントしろと教育されるやん、うん、あれがすごい俺の中で結構ターニングポイントやってへやっぱ結構俺だってバークリーったんが22歳やけどもうドラム歴で言ったらその時点で、まあ、ざっくり言うと10年ぐらい叩いてたのよね。だ結構手足もいろいろ動いたけどいざ 1,2,3,4 言いながら何ができるかって言ったら本当にシンプルなことも何もできなかったのへうんそう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 、うん、で多分実際それ後で録音聞いたりまあその当時の録音っていうのは残ってないねんけど、うん、やっぱり微妙なところでずれてたと思うねんな、はい、言ったら一個だってあの16部の音符の裏のアクセントであったりいろんなところの裏拍のアクセントを叩けば叩くほど自分の中の四分音符感っていうのが揺らいでしまってるから、はい、カウントできなくなるわけやん、うん、だからなくなっちゃってんのよね大事な四分音符っていうのが、うん、だからそっからまあ、カウントしながらやる練習に切り替えてうん、うん、もうあらゆる練習あらゆる基礎練あらゆるグループ練習うんそやねあの基本的にはよっぽどまあでもライブシチュエーションでは何もそのカウントなんて考えてないよ心の中では、うんうんうんまあ、もっとさっきも言ったように人の音聞かなあかんからね、はいうん、でも練習ルームではあのものすごくゆっくりなテンポでカウントしながら、うん、あの練習するかな本当40とか50とか、うんうん、あのこれ以上遅くできないっていうぐらいの遅いテンポでしっかり一つ一つの音符をそうやってカウントに当てはめていくその例えばテンポ50だったり40だったりするときってうんあのさらに、16分音符からだって16分音符が1イエンダ2イエンダぐらいの速さになるわけじゃないですか、うんうんうん、そしたら、ま32分とかを考えてるしてる、うん、あんまりか、カウントにおいては最小単位は俺16分音符にとどめてるかななるほどうん、まあ、結局その32分音符だろうが例えば6連符だろうがっていうのはまあ要は2と3のグループの要は倍数でやったりするわけやんか、はい、だからカウントに対してそこが2なのか3なのかっていうのがどう噛み合ってるのかっていうのを多分あのなんていうかな、うんうんうん、自分が理解してれば、うん、まあそれが言うたら倍点のまあ、例えば昨今そのゴスペルチョップスと呼ばれるようなあのテンポ80から100あたりにおいてのその6連符とか32分音符のその手足のコーディネーションっていうのはあるけど、うん、まあそれって結局、倍の、テンポの16分音符であったり3連符であるしかないわけやからはいはいはい、うん、だから遅いテンポでしっかりその、うんカウントとその自分の演奏っていうのを組み合わせっていうのをやってればそれを倍のテンポにするのも別に実際のその曲においての 1&2&3&4&っていうのが 1,2,3,4 でもいいわけやからそれをカウントの仕方は、うん、で一緒のことでしょ言ったらはいちょっとややこしいかな言い方ちょっとわかりにくいかもねなんて言ったらいいかなでも俺の中ではその、うん、どうぞどうぞあどうぞどうぞなんかテンポ自体は大きく取ってるし、なんて言うんですかね、その細かく、うん、あ、実際遅いテンポの時にめちゃくちゃ細かく感じてるかってこと？そうそう、私の質問はそうなんだけど、ああ、そこそこそこ、あれそれはね、うん、そもそも演奏練習の時はやっぱり最小単位はカウントにおいては。どんだけ遅くても16分かな。で、昔は例えばその
テンポ50とか60のジャズバラードとかってすごく遅いし、はい、遅いのに遅くなってしまいがち、はい、の時は3連符とかをやっぱ自分でずっとタッタッタって言いながらやってたけど、うん、まあそれはちょっとなんかやめたね。やっぱそれに縛られちゃうから、うん、練習の環境ではそれをやっといて、まああとはそのその自分のその持ってるタイムっていうのを信じて身を任す、はい、うん、ことが大事かな。うん、まあ意外とでもね、今やったようなそのいろんなアップビートっていう裏拍っていうのを普段叩かない手とか右足であったりっていうところの練習を組んでいくと、どんだけ言うたら、まあ、結局5つ割りだろうが7つ割りだろうがポリリズムだろうがどこにアクセントがはまるかなのよね、うん、要はどこにアクセントがはまる。そうそのなんちゅうの外面の聞こえはそうやけど、一拍ずつ考えたら、はい、言うたら2拍3連だって、要は1タタ2タタ3タタ4タタは一番最初の1タタは3連符の言うたら一番1拍目の1つ目と3つ目、うん、で次は3連符の真ん中が鳴ってるわけでしょ、はいはいはい、で外から見たらその203連に対してなんかビートを乗っけたりしてもそれはそう聞こえる だけであって、1拍単位で見たら、まあ、結局どこに、そう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 、どこにアクセントが来てるかなのよ、うん、だからそう今みたいな練習をしてるとどんなフレーズを叩いても自分の一番大事な四分音符感っていうのが死ぬことはないかなと。なるほどね。っていうのが割と俺のコンセプトかな。うん、それってでもつまり、基礎練習をするときに耳の方もどんどん鳴らしていかないといけないですよね。そうやね。ハイハット、ハイハットでこの、うん、なんてさっきのさ、右手を叩くと脳が表拍だと意識してしまうのと一緒のことで。うん、そう。あの、スネアを叩くと、それが204、2拍目と4拍目だと認識してしまうとかさ。なんかその行為に慣れてるからね。そう。散々それをやってるから。うん、でそれが脳の認識としても多分すごく慣れてしまってるから、やっぱり耳のトレーニングとして、ドラムセットのどこを叩いても、そのアクセントは、一拍目の、その一拍に対してのどこなのかっていうのをちゃんと、うん。意識する？トレーニングする？いや、間違いないね。だからそのいろんな可能性であったりサウンドっていうのに対して自分の脳がびっくりしないような練習をしとくっていうのことかな、はい、言ったら、うん、まとめると、いやそれはすごいいい着眼点で、うん、いやあのね、無限じゃないのよ。だからさっきも言ったように、言ったら2か3しかないわけやから、そのカウントに対して、はいはいはい、そうだから、そんなに無限じゃない。その聞こえが、外面が無限に聞こえるであって、うん、カウントと自分に対しての、言うたら、なんでかって言ったら、世の中にあるキックだろうが、キックっていうのは決めやね。アンサンブルであろうが。はい、っていうのは、言うたら、四分音符と三連符と十六音符の組み合わせでしょ、言うたら。うん。まあ、五連とか七連とか除いたらね。うん。でもそんなん、まあ言ったら別に世の中の 99% のドラマが必要じゃないから。いや、特化する人らはそれは練習、違う練習しなあかんけど、一般論で言うところはもう結局どんなテンポになろうが、そのカウントの一拍に対して、その一拍がワンって言ったんやったら、それのどこかにその数限られてる可能性。うん、8分音符の頭なのか裏なのか、16分音符のは4つ種類あるし、3連符は、うん、でその4つ種類あるって言うけど16分音符だって言うたら8分音符が内包されてるから、はい、実質2種類やん、言うたら16裏、はい、で3連符は2つ頭拍を除いた、はい、まあ、言ったらそんだけしかないって思った方がいい。おー、うん、アクセントの種類はね、うん、アクセントっていうか音符がはまる場所、はい、うん、だそこをちゃんと耳鍛えとく、うん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 、っていうのが大事かな。ゆえにユニゾーンでやったらより効果的だよっていう3点。そう、うん、そんなことないもんね、言うたら、うん、一緒に動くって頭吐くぐらいにしかないでしょ大体、ね、
3つドーンっていうのは、うん、だからそれを言うて16裏とかで練習するとすごい効果的かな、カウントと一緒に、うん、確かに確かに、まあやってみてください。はい、はい、こんな感じかな。すごいね、もうタイムキープだけでこんなに、いやー、でもね、永遠の課題やね。やっぱり、全然、俺もね、まだまだやし、走るし。うん。そう。走ることの方が多いかな。へ、まあでも、うん。そんなさ、音楽的、うん。走る傾向ともたる傾向ってどこにあるんやろうって思ったりするんですけど。あのね、もたるときは考えすぎなときが多いかな。ほうほうほう。で、走るときはやっぱり盛り上がってるとき、うん。いいライブの一番最後の曲とか、でバンド全体が、やっぱりバンド全体が走っていくんで、絶対必ずしもドラマーだけの責任じゃ、あの原因じゃないときですらドラマーのせいに、責任にはなるから、はい。これは覚えておいた方がいい。そう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 。はい、でも、走っていいシチュエーションもあるからね、うん、自然とゆっくり音楽的に、うん、明らかにその、焦ってわーみたいな感じで走るのは絶対良くないけど、うん、全員がそのアンサンブルを共有してる状態で、うん、まあ昔のねジャズのレコーディングとか、例えばアースのねライブ版とかもめちゃくちゃに走っててもかっこいい時もあるし、ハービーもむちゃくちゃにあ、そう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 、はい、うん、俺テリリン・キャリントン、そのハービーのドラマにプライベートレッスン1年撮ってたけど、結構ねテリリンも言うてたからね、うん、ハービーについていくと自然と私も走っちゃうから、うん、そこはちょっと頭に入れといて、うん、行ってしまったら仕方ないけどねみたいな感じで言ってたからね、やっぱり、うん、うん、まあだからって走ってもいいって言っちゃうと違うからね、それはね、うん、うん、自然の産物としてそうなったらまあしゃあないかなぐらいな、うん、なるほど、考えすぎが良くないかな、うん、うん、考えすぎは何だろう、まず皆さんここに音楽に頭を持っていきましょうっていう、そうそうそう、そうやね、ね、うん、あ、なんか領事中ですが見てます。たくま安在。なんだっけ、さっきなんつってた、うん、ドラムの、おもちゃじゃないや。模範とか言ってたけど、全然そんなことないけどね。たくま模範って言うんやったら、やつの方が近いんじゃないか。そうかたくまはね、1回目のこのビーズでルーツに出演していただいてますので、ね、うん、だから、アーカイブ残ってるんかな？残ってますよ。ああ、俺もね、全部見れてないけど、半分ぐらいちょっと見て、面白いこと言ってたよね、彼もね。ね、そうそうそう。いや、それこそ彼もちゃんとカウントして練習するって言ってたし、こういう話したことあるし。うんうん。デイブ・ディ・センゾは絶対カウントしろって言うもんね。いや、ガチガチでしょ、あの人なんて。ガチガチやね。でも、ご飯食べてます。うん。いや、彼のドラムはやっぱある種の理想とする一つの形かな、俺にとっても。うん、全然スタイル違うけどね。うん。でもやっぱりそのベタっとしたその根底にあるタイムの上で、うん、まあそのジャズ的に言うとフローする。はい。必ずしもその音符がどこにもハマってなくても全体としてその四分音符感っていうのは供給できてる状態っていうので叩ける、うん、数少ないドラマーの一人やと思うから、うん、すごいよねやっぱり、うん、うん、そうそうそう、まあ彼もね特殊なカウントの仕方してて面白いよね。特殊なカウント？いや、なんかYouTube とかにねあるからこうやってカウントするっていうのが、うん、まあ俺の方法とは違うけど、やっぱり彼なりは彼のコンセプトがあるんやろうね。うんうんうん。なんかもうあっという間にね、はい、時間が経ってるからどんどん、そうだね、話を
っていうか終わんないねっていう感じなんですけど、いくらでも話せるんだけど、もし皆さんコメントなり質問なりあったら全然ね、ご飯食べてますとかでもいいんですけど、なんかね、あのドラムのねコメントをねいただけたらいいなと思うんですが、そうやね、そうね、まあまあ第30回ぐらいにね、まだ俺戻ってきてもいいし、そういや、それはねいいなと思ってるんだよね、うん、その時にまた今度は私が練習した成果とかをね、お見せできたらね、いいかなと。まあでも、愛理ちゃんは俺が今日言ったようなことは別にクリアしてるでしょ、全然。まあ練習はしてるけどね。でも、やっぱりその、なんだろう、私は多分人の音を聞きすぎる。ああ、うん。だから、そのバランスをすごく今というか、意識するようにして、ここ最近してるかなと思う。なんて言うんだろう。聞きすぎてると、聞きすぎてそこに合わせようとしすぎると、それこそそのタイムが揺らいじゃったりとか。ああ、あのね、それは合わせるのは良くないかもね。なんでかって言ったら、ドラムっていうのは軸にならないとダメな楽器やから。そう。むしろ向こうがこっちを聞いてるからね。はいはい、はい。だからいたちごっこみたいになっちゃうからね、その場合。うんうん、あ、だから俺、うん、そうそうそう。テンポキープに関してはそうは思わないんだけど、あ、そうだな。だからテンポキープの話というよりかは今のはちょっとあれだな。その音楽の表現をしていくとかっていうことかもしれないけど。なんか、俺に関しては別に軸やからもう淡々と。その、相手の音を聞くっていうのは相手の出したいその音楽的なそのカラーであったり、感情面っていうものに対しての耳っていうのは開いてるけど、はいはい、相手が出してるタイムっていうものに対しては、うん、そこまであの重視してないかな。まあ確かにね、うん、そうだ、俺を聞いてや、あの実際にそのやっぱりその同じタイミングで音を出す必要はないし、同じタイミング、そのテンポ、同じテンポ感っていうんですか。あ、うん、あのテンポ感っていうか同じ歩みで言うたら、うん、やっぱりその俺が思う良くないアンサンブルであったりその音楽が失速していくのは、うん、二人三脚みたいに、うん、こうなんていうの、お互い聞き合いすぎて、うん、相手の出した音に対して合わすっていうのはもうその時点で遅れてるからね、やっぱり。あ、はい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 、うん、だから同じ目標に向かって全速力で走ってるイメージ、うん、なるほど、の方がアンサンブルとしてうまくいくパターンが多いかなと。ああ、なるほどね。うん。それを、だから実際、ごめんね、それのために何か練習だったりとか、うん、トレーニングしてることってあります？やっぱり日々、感覚的なことじゃん？うん、すごい感覚的なことやから、やっぱり日々の演奏っていうのはしっかり録音して、どんなシチュエーションであっても。うん。うんうん、やっぱり、なんて言ったらいいんかな。たまにジャムセッションのホストとかやって、うん、で、まあ実際に演奏してるときっていうのは、本当に周りの、言うたらアマチュアミュージシャンってやるときは、周りのタイムがゆらゆらやから、はい、もう本当に自分は一生懸命、ここの位置が正しいのかもわからないまま、でもひたすら自分のタイムで演奏してるっていうような状態っていうのが、まあたまにあるわけよ。うん、はい、気持ち悪い状態ね、それは。うんうん、やけど、後で録音聞いたそっちの方が良かったりする。なるほど。で、変に、その言うたら寄り添ったり、うん、そういうタイムっていうところで、自分の言うたらその軸っていうのをちょっと寄せていったりしてる方が、後で録音聞いたら、やっぱり音楽として失速してたりするのよね。面白いね。だからやっぱり本当に自分で、完全に独立して前に進んでいくことが大事かなっていうのは俺は思ってる。これは多分どのミュージシャンがドラムに限らず、聞きすぎないタイムっていう面では、それぞれ全員がしっかり自分の思うタイムっていうのを出すっていうことがやっぱり一番重要かな、ドラマが一番重要やけどね、その中で比重としては、はい、かな、それはすごい思うかな。すごい、すごいいい、なんだ、アンサーですね。うん。だからね、質問が来てるんですけど、あ、はい。柴田さんがジャズドラミングを教える時のライドシンバルの叩き方とか、コンセプト的なのとか聞いてもいいですか？あ、どういうことですか？
なんやろうね。ジャズドラミングを教える時のライドシンバルの叩き方。あのね、結構なんかことさら日本においてはよく聞かれるのが、うん、なんかそのテンポ感によっていいスイングっていうのは、うん、やっぱりそのレコ、はい、古いレコードを聞く、うん、ことでしか答えはないし、やっぱりそのレジェンドクラスのドラマーであったり、そのスイングフィール、要は、ワンタッタ、ツータッタ、スリータッタ、フォータッタ、この、要は全ダウン、その、この四分音符以外の、はい、タのとこね、うん、っていうのが、3連にハマってるのか、うん、3連よりも16分音符よりなのか、はい、みたいな論争っていうのは、はい、めちゃくちゃあんねんけど、うん、でも俺が教えるときは、そのまずそういうとこを差し置いて絶対に3連にはめる、うん、っていうところからしかスタートしないから、はい、まあ、それが基本やと思ってるし、うん、俺がアメリカにいるときにいろんなそのジャズドラマーのそのシーンでやってる人らにそういう質問しても、うん、はっきり言ってみんなはみたいな、うん、なんでそんな数学的に考えるのみたいな感じの答えしか得られないのね、うん、そこに関して考えてない感覚、うんうん、古いレコードと一緒に演奏して、自分が気持ちいいと思う、うん、スイングフィール、はい、まあ、それもテンポによってテンポとかスタイルとか時代によってもそのスイングフィールっていうのは変わるから、うん、まあ、今僕が言ってるスイングフィールっていうのは跳ね具合の話ね、はい、そうそうそう、どれだけそのスイングしてるか、うん、っていうところは論争なんねんけど、みんな気にするなと、うん、そのクラレンス・ペンもグレッグ・ハチソンも、うん、いやトリプレットやろって言ってたからそれ以外あんのって逆に質問されたからへえ、実際トリプレットでやっててトリプレットじゃない可能性もあるよ、うん、だからといってそのドラムっていうのとジャズドラミングを演奏する上でのそのボキャブラリー的なとこではどう考えても3連やから、うん、なるほど、うん、きっちりテンポ80とか100あたりのテンポでしっかり3連の、あ、これが大事かな、僕が思うそのいいスイングなりグルーブなりっていう供給するのは、うん、すごい継続性のあるダンスのような動きから発せられる音、だから音っていうのはその動きの中の楽器との接点であって、はい、そこが終了でもないし始まりでもない、ただの通過点、うん、でずっと同じ動き3連のワンタッタトゥータッタっていうその継続性がそのスイングなりグルーブを生むと信じてるのよね、うん、それはだからこそ限ったことなの？限ったことじゃないと思う、これは全部一緒やと思う、うん、だって上手いドラマーって音消してももうどう見てもその体の動き自体がグルーブしてるでしょ、うん、ほうほうほう、そうそう、だからその動きどう動くかっていうとこを結構教えるかな俺はレッスンでは、うん、うん、だやっぱり その具体的に言うと例えば3連符の10要は頭拍を叩くのってはい、ワンタータ、トゥータータ、スリータータ、フォータータみたいな動き。うん、プリパレーション、準備運動ってあるでしょ、ドラムって。はい、その打面に行くまでの動きっていう意味ですよ。そう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 、それすらも3連の中に閉じ込めろっていうのが俺のコンセプトかな。ほう。だからみんな、その出た音っていうのがクリックに対してどこにいるかとかっていうところで、悩んだりもするけど、っていうよりは動き出しがちゃんとそのグルーブの中にいるかっていう、で例えばスイングの曲やのにワンタタタ、ツータタタ、スリータタタ、フォータタタみたいな感じの叩き方してるとハマらないし、はあはあ、なるほどね、そう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 、その音楽の最小単位っていうところに体の動きをそのダンスと一緒に一緒のような感じではめ込んでいくっていう、うん、そうするとそこを意識すると落ちるとこに落ち着くのよね、音が絶対、ほう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 、そう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 、
出た音っていうところをどうにかするんじゃなくて、動き出しであったり動きっていうのをしっかりジャズにおいては3連の動き、例えばハイハットの2、4の踏むタイミングのその開くタイミングっていうのは直前の3連符の裏で開き始めるとか、なるほどね、そういうふうに一つ一つのパーツをしっかりこう、最小単位の3連のとこに、動き出しのタイミング、ビーターが離れる瞬間であったり、はい、スティックを振り上げる瞬間であったりっていうのを全部自分でケア していくようなフォーム作りっていうのをが大事なんちゃうかなっていうのは。なるほど。それってさ、ちょっと今、うん、パッと思いついただけだから、うん。どこで誰が言ってたかすら覚えてないんですけど、うん。さ、座面にずっとスティックのチップを置いといて、うん。で、叩くその瞬間に、はっつって叩く人いるでしょ？いるいるいる。その場合ってどう思います？それはまた違う、あえてそういう音を狙った叩き方やと思う。絶対多分そういう叩き方して、うん、結構8分音符が支配してるような、音楽にはそのサウンドっていうのはフィットしないって俺は思ってて、だからそのギリギリまで待ってで、その瞬間に振り上げて叩くイコール、うん、そのものすごく短い時間を長い距離を、動かないとダメなことによって、はい、スティックスピードが上がるのよね、うん、でスティックスピードっていうのは音の立ち上がり、発音の速さっていうのに、関連していくから、はい、だからまあその人も一拍を長く感じろよということが言いたいと思う。たぶん。ああ、逆にね。うん。そう。だって、ギリギリまで動かないイコール、うん、言ったら、その前に出した音符をずっと溜めとかないとダメでしょ、要は。おー。例えば、それ、バックビートやったりするやと思うねんけど。うん。だから、バックビートでも、要は、ワン、ツー、スリー、フォーって叩くのと、ワン、ツー、スリー、フォーって叩くのって全然ニュアンスが変わってくる。うん。でもいずれにせよ、ちゃんとその叩いてないその裏拍であったりっていうのをその一拍の長さっていうのをたくさん考えなあかんから。はい。うん。そのギリギリでっていうのはそういうスピードの速い音を狙ってるんじゃないかな、その人は。うん。うん、自分もそれ、うん、うん。それはするしね。うん。シチュエーションによっちゃ。うん。うん。でも、やっぱりそのハマってないときはハマってないからね、その叩き方が。うん、そういうの見たことあるし。うん。うん。あの、バンド他の人間、ゆるーく8分音符のノリでやってんのに、1人32秒みたいな言ったら。はい。ものすごくその、あの、速度が速い音を叩いてても。うん。1人なんか違う世界にいらっしゃるみたいな感じになってるとこはたくさん見たことあるから。うん、まあ、それはしっかり音楽聴いてどういうその音色であったりっていうのがフィットするかっていうところで、叩き方を変えるかな、うんうん、多分ダニー・ハザウェイの音楽にそういう叩き方しても絶対合わへんと思うそもそもそんな音が聞こえてこないドラムの。そう、うん、だからやっぱり音楽ありきで考えて、うん、で今結構長々そのいろいろ話してるっていうのはやっぱり大事なのは自分がその音楽に対してどういう音を出したいかっていうところでそれに対しての方法論を説いてるだけであって、うん、一つ一つは絶対じゃない、うんうん、やっぱり出音重視、うんうん、でもことさらスイングに関してはやっぱりその3連のこの、こうやってスイング叩いてる人いないでしょたまにたまにいるかもしれなくてそれが個性になるんやったらいいけど、うん、あの突拍子もないことをやってなんていうの成果を得ようとするのって結構俺的にはリスクが高いと思う。はい。だ俺は結構その、なんていうの、そのあんまリスク取りたくない人やから。うん。あの、その自分の生徒に対しても取らせたくないから。うんうん。一応その、なんていうの、成功法を教えて、そう。それでも自分の信じる道あるんやったら、こうやって叩いてる方が自分はスイングすると思ってるんです、みたいな。どうやってスイングするかなと思うけど。
まあでもね。いや、まあまあ、一般論としてはあんまりいないよね。うん。みんなやっぱ、なんちゅうの、三連のこう、ワンだった、ツーだった、スリーだった、フォーだった、みたいな感じで、こういう動きになってるよね。はい。こういう動きじゃなくて。うん。そこは結構俺、重視してるかな。どう動くか、体を。うん。まあでも本当に体の使い方はね、大事だなと。大事、大事。うん。そんな感じですけれども、はい。どうでしょうか。ね。よかったかな。ライドシンバルの叩き方はもう永遠ですから。大変っすよ、もう、本当に。うん、ねえ、はい、うん、そんな感じでね、もう1時間経っちゃうんですけれども。はい。あっちゅう前に。ね、うん、そうなんですよ。柴田さん、なんだっけ、宣伝ついでにというか、はいはい。ここでね、もし皆さん興味を持っていただけたら、柴田さん、レッスンしていらっしゃいますし。あ、そうそう、大事なこと。今僕がここの部屋は、小田急線の成城学園前にあるですね、僕らの共通の先輩に当たるんかな、ピアニストの正木再生さんっていうのが、設立した音楽スクールで、もう10年目に今年めでたくなるという、すごいね、はい、素晴らしいスクールで、で僕はここの、ドラム講師として所属してるんで、興味持った方がいたらぜひ、僕に DM してもらうか、直接教室に、柴田先生指名で、問い合わせしていただくと、プライベートレッスン月2回やってます。はい、オンラインでもやってる。今プライベートだけ？そのここに所属してる生徒さんでオンラインを希望する人はこういう形で、あ、なるほど、ドラムセットでも、オンラインレッスンやってますね。なるほどです。素晴らしい。でもやっぱり相手がエレドラとか持ってないとやっぱパッドだけではちょっとね、うん、まあまあコロナ禍ではそういうのもやってたけど、うんうん、ずっとは大変、ちょっと大変かな。まあね、本当にそれはそうなんですよね。そう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 。あとは、まあ、はいはい、柴田さん配信とかもね、あ、ちょくちょくね、うん、まあやってるんで、まあ、ツイッター、フェイスブック、インスタグラム、まあそれぞれ僕、自分の名前でやってるんでね、それをフォローしていただいたら、ちょくちょくそういう配信の情報であったり、ライブ情報っていうのはアップされてるんで、ぜひ、見に来てください。見てください。なんか、ね、はい、今、柴田さんがされてる、ジャズトリオの配信とかもすごくった、リハのね、様子とかをシェアしたりとか。そうやね、うん、そう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 、12月1日のね、夜9時半からね、それこそここの教室から、うん、配信ライブしますね。あ、ナイス。うん、いつもの3人と、うん、はい、はい、ぜひそちらもコメント欄、あとで、なんだっけ、概要欄にいろいろと載せておきますので、ぜひぜひご覧ください。はい、というわけでね、早いもので1時間経ってしまいました。また、新しくこれ見て、質問とかね、コメントありましたら、ぜひぜひ書いていって、言ってください。そうやね。俺も自分のアカウントから答えれるように、うん、しておきますから。はい。行きたいなと思っております。はい。なんだっけ、サブスクライブ、ライク、あとはドネーションなんかも、配信をね、グレードアップしていきたいと思っておりますので、ぜひぜひよろしくお願いします。お願いします。1ヶ月に1回ぐらいのね、ペースでやっていきたいと思いますので、うん、またまた、チューニングください。それでは、次のドラマは決まってないですか？あ、そのね、リクエストとかもぜひちょっと。ああ、いいね。うん、まあ、うん、私の知らない人にいきなりっていうのは結構、いや、でも、俺がね、紹介したり、のも、今後あり、うん、ね、ありかもしれへん、ね。うん。あとはね、絶対面白いと思う。この流れができて、ドラマのインタビューが、できるように流れができてきたら、ちょっとドラマじゃない人、例えば今日、ボーカリストだったりとか、うんうん、あとは、
管楽器の人だったりベーシストだったりそういう人たちがそれはいい、ね、ドラマーに求めてドラマーに対してねそうそうそう、うん、聞いてあの聞きたいことん聞きたいこと聞いていきたいなと思っておりますので、はい、いや、いいと思います、チェックしてください。それでは本日は柴田亮さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。みやこちゃんありがとう。たくまんもありがとう。ありがとうね。はい、ほいでは。